猫飼って、部落の方には、猫も病んでるからね。外でペットにさせられて。で、部落に逃げてきはるね、前といえば。なみんな部落に捨て猫の角間とかも、ね、捨て猫だらけやってね。誰もいじめへんねん。ところが、地域猫活動が盛んになって、もうみんな嫌になって。猫可愛くて地域猫が許されたら、虚勢いいんやろ。おばちゃんなら猫の虚勢品ほんまにしたいと思う？自分ら女終わってるからって誰か一人ポツンって言ってみんよ。うわぁってなる。な、まあ、それはそれとしてな、猫虐待するやつって猫の時にな、猫マスターしてへん。例えば、あ、猫になってもらった。まあ、猫の時に、まあ、猫で自信つけて、ほんで、まあ、すぐに人間復帰しようか。で、人間復帰してまだ。でたらめになったら、もう猫なんか生きるのは来たわって言うまで猫やねんとあかんねん。その生き物に落とされてもな、その生き物もすっかりマスターしても、もういいわって、すっかりこの生き物の特徴を見尽くしたっていう時まで、その生き物でないとあかんねん。それまで別の生き物に転生できへんねん、ほんとは。ところが、それでも転生したいですかみたいな、そんな説問もあんねん。それ罠言うたらあかんで、ね、キメラの遺伝子の、いや、キメラの遺伝情報の思考回路を、そうやってチェックされてるんです。ね。